マルティヌス・ベーリンクマルティヌス・ウィレム・ベーリンクは、オランダの微生物学者、植物学者、アムステルダム生まれ、デリフト工科大学で微生物学の初代教授を務めた、ウイルス学の創始者の一人として有名。タバコも在庫病の研究をし、タバコも在庫病や抗帝液の病原体が、細菌露過器を通過することが、ドミトリー・イワノフスキーや、 フリードリヒ・レフラーによって示されていたが、レフラーらがこの病原体を微小な細菌と考えていたのに対し、ベーリンクは未知の溶液状の物体であると考え、その溶液中の分子が感染し増殖すると考えた。この病原体は、その後ウイルスと呼ばれるようになり、1935年に、ウェンデル・スタンギーが、タバコモザイクウイルスの結晶化に成功したことにより、 ベーリンクの主張が正しいことが示された。なお、この業績により、ベーリンクは1905年にレーウェンフックメダルを受賞している。また、生物学的窒素固定を発見したことでも知られる。ベージは、植物の学名で命名者を示す場合に、マルティヌス・ベーリンクを示すのに使われる。ありがとうございます。